もピアキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースファントということで楽しいということですね。いやその通り、このシールダーさんという方マジで楽しいトロールコースを作ってくれるんですよ。そのコース面の通り今日も楽しいコースを披露してくれるんじゃないかなとそう期待しております。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.08%。 そういえば最近こんなコメントがあったんだよね。ピオキングさんがする前にコース ID を入れて僕もトロールコースをしました。そしたらピオキングさんのド M さが分かりましたっつってなんだよそれはちょっとまあ僕は楽しくやってますけど、ここは出かきのことっても先に進めないよね。あれこっからどうやっていくんだろう。デカキノコが降ってくる前に取らなきゃいけなかったんかな。ガイマグハナ、それじゃあ空中でデカキノコ取ってみるね。こっからどうするかなんだけど。なるほど、マスターソードが隠れてるっていうわけね。それじゃあこのまま進んでいきますか。そしてこれは左おしっぱで合ってる。まあ全然予想内だね。ここまでがオープニングだよ。なんで一旦ここでバネに乗って、やっぱり隠しブロックがあったね。そして土管に入っていけと。シルダさんのコースマジで忙しくなるからね。口数も多くなってしまったら申し訳ない。それじゃあここは右に行けと。もうこの場面だけ呼べました。一旦ここは右に行って火をかわせと。そしてうわ、ぶんだ見ましたか皆さん、今日は僕一度も魚に引っかからないでみたいと思います。ここは何もしない。まさかこんなに早くフラグを回収するなんて思わなかったね。上の土管も気になるけど、もう下行っちゃったんでこっちの土管入っていきたいと思います。土管じゃないドアね。ここはオウムが勝ちそうなんで早く右に行けなー。どうもいけない系 YouTuber です。それじゃあここは隠しブロックを出しておいてすぐ上。あ、オウム変わらないんだね。じゃあ一旦リフトに乗ってこのトゲ取っていいのかな。そのトゲはかぶれないんだよ。じゃああのトゲを早く取れっていう感じだね。でこのトゲでこの筋肉だるまを倒せと。そういうことですね。いくら筋肉を鍛えてもトゲには弱いみたいだ。そしたらこの上に何がある。何もないね。ドクロリフトに乗ってあのツタに捕まる。なんか起きる。何よその意味ありげなツタは。何もないの。もうどうしようもないやんかこんなの。いやこの下に何かあるわけねえだろ。もう全て見切ったね。なんでルフィの手足が伸びるのかそのくらい分かってるつもりです。ここはドクロコースターに乗って一旦このドアに戻る。そうしたら先に進めるっていうことなんでしたなんでしたじゃねえんだよ。なんだその日本語は。ここ上から行くの怪しいよね。なんでオンオフしてこれに乗るみたいな。やでー、今こそ封印を解く時が来た。我に力を与えたまえ、クッパクラウンよ。そしてお前に宿るし爆炎の力でこのコースもろとも全てを消し去るんだ。ファイヤーブレス。オンオフするの忘れてた。そんでさ、あんまり言いたくはないんだけどちょっとだけ喋らせてもらっていいかな。まあ何かしら配信してる方向けの話にはなると思うんだけど、見る方が増えるにつれて絶対アンチっていうのも比例して増えてきます。でその時の内容にさ、何々の真似っぽいでキモいとか何々の二番煎じみたいなことはねよく言われると思うんですよ。でもマジでそんな気にしなくていいから。っていうかちょっと待ってね、ここマジで集中させて。どうしよう、下怪しくない。今日は下を信用したいと思います。合ってる。そしてこっからあの中間ポイントを取るためにここ左いけるんだ。でオンオフをして中間心の声が漏れてしまったね。この YouTube ってさ、めちゃくちゃ配信してる方いるわけじゃん。特にゲーム実況とか普通に喋ってても似てる方っていうのは腐るほどいると思うんですよ。で真似もね、僕悪いこととは思わないんですよ。例えばさ、芸能人の方の髪型真似してくださいみたいなよくあるじゃん。それしてキモいって言われるみたいなもんだもんね。なんかさ、それって理不尽じゃないと思ってさ。なんでそのままのあなたを貫いてってください。僕もこのまま貫いていきます。それじゃあここは右にダッシュしてこの爆発弾を抜けろと。そしてあの雲のところまで行けませんでしたね。ここはどこなんですか。バレなんてさっき出てきてないよ。なるほどね、あのパンの上に乗っていけっていう感じなんじゃないかな。やっぱそうだと思いました。そしてね、僕さっきさ、実況者のなんたらかんたらとか言ってたじゃん。なんか申し訳ないなって思って、上から目線みたいなさ感じになってるじゃん。いやそういうつもりで言ったんじゃないんだよね。さあここは右に、うわ、ほんとむずっけこれ。ちょっとマジでタイミング見よう。わかった、次でいきます。
このタイミング、そしてジャンプ、うますぎ。そしてこっから左にジャンプして、あのガリガリのところまで行けない。なんでそんなところにガッシュブロックまで設置してるの。これ一回行くだけでもマジで難しいんだからね。このタイミング、よしよしよし。そしてこっからブロックの上に乗ってジャンプして、このガリガリに当たって3回繰り返せと。マジできっちいよこれ、このタイミング。そして、いや、なんか掴んできた、コツ掴んできたよ。で、あと1回すればいいだけでしょう。最後に何もないよな、このまま素直にやらせてくれるよな。来ました。さあ、これでちゃんとやられることが、やっほーどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、はい、それじゃあここはバネにだけ気をつけて先に進めっていう感じだね。そしてここは読めました。ここは爆弾を投げる、そういう感じでしょう。いや、絶対ここで爆弾を投げることはあってるよ。その先にさ、指を投げれっていう感じのマークがあるじゃん。なんでここまでは正解だと思います。そしてここで指を投げて、何が来てもいいように防ぐどうしてくれんだよこの前に出した盾をよそれじゃあここは弓を出して、 B スイッチが発動した瞬間、この P ドアに入る。これで合ってるでしょきっと。そしてさあ、落とした。ここは何もしない。そしたらリフトで上に上げていってくれるっていう感じでしょう。いや、よく見た、よく考えた。そしてこのまんまキノコは取れたけど、違うキノコですね。これはこのまま下にいて僕がやられることしかないんでしょうか。頼む神様。いや、合ってんじゃないこれ、上に行けるみたいだめんどくせこれは新耐久っていう感じか。いや、でもそんなに難しくないんじゃないの。さっきのよりかは簡単かもしんないね。斜めってなる、邪魔せんだって。いや、こっからバネに挟まれてやられればいいだけ。そういうキャッ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 、それじゃあここはさ、上でデカキノコ取ってしまうから、上で取った後にこの針に当たる、そしてこの土管に入ればいいっていう感じでしょ。それじゃあ次はどこだ。チェックポイントにはまだか。ここは鍵、左、いや、真ん中を信じます。ここが正解全部違うのは卑怯じゃないかな。てっきりここ三択と思うじゃん。一番左が正解とか、そんなのはないよ絶対引っかかる。キャッ、いや、大丈夫だよ、今よく上に逃げなかった僕。それじゃあこの赤い土管に入っていきましょう。こっちが正解なんじゃないんですかね。そしてここは何もしない、頼む。そして土管に入らせて。この先がまだ分かってないんだよね。タイミングよくジャンプして、この場所か、よし、うますぎ。そして右に進めと。入れませんね、さっきから何なんだこのコースは。ドカンとかいう期待を持たせんだ。ここはブラパに乗っておけっていう感じだね。なんか新しいね、右のドカン入れんかな。入れないね。それじゃあここでマスターソードを取って赤のドカンに戻りたいと思います。こっから何が変わってるんだろうね。そろそろ中間ポイントあってもいいと思うんだけど、これ上でいいの？絶対右下は意味ないよね。さっきドッスンから避けた場所、多分上でもよかったんかな。そしてここは爆弾を投げろっていう感じか。そしていや、危ねえな、あの魚。これゴールなんじゃない？なんかそんな気がしない？頼む。いや、違うんか、やっぱり中間ポイント2はまだだもんね。頼む、中間ポイント2どこ？ここは天国。こっからなんだよな。一旦スネークブロック乗って左を進化してみよっか。それで合ってるんじゃない？行き過ぎた。久しぶりだぜこんなに鬼畜なトロールコースだよ。じゃあここは一旦左を進化してすぐ止まる。そんでここはどうすればいい？中間ポイントは見えない。なんで右を進化してすぐジャンプジャンプジャンプ。もう壊れてきました。罠にたくさん引っかかって僕の頭はパンクしてる状態です。頼む、中間ポイント、そろそろ。いや、また中間、頼む、取らしてよ。次こそ絶対に取る、中間ポイントを取ってみせるんだ。よっしゃいや、全然いい。それじゃあこの真下に降りてスネークブロックに乗ってこの上に行く。右の土管は怪しいぞ。そしてドッスンがいるね。右にダッシュしてみるか。そしてこの土管で合ってる。え、なんか順調じゃないこの場面。え、何ここ、熱っ。
うわ、どこなんだろうね。行き道がさ、下、右、そしてこの上もあるよね。いや、閉ざされたってことはやっぱりあっちなんかな。あ、ここ入れんよっていうことは多分右下で合ってんだろうね。ここのドクロリフトのところなんだけど、先に面の上に乗っておこうか。そしたらいけるっていうか、ここ早く行かなきゃっていう感じね。もうちょっとゆっくりさせてくんないかね。ちょっとだけ考える時間欲しいな。分かっててもダメなんだよお前は。ここは急ごう。すぐにこのドクロリフト乗って上に行く。そしてデレレレでしたねどっかに連れて行かれてましたけど。なるほど、新体験っぽいね。ここはオンオフをして下に行けばどうなるんだろうね。このドアに入れっていうことかな。いや、でも入れんよね。何も足場がないもん。で、一旦ドクロリフトに乗って上に行けば、あ、分かった。このちくわブロックと一緒に降りなきゃいけないんだ。うわ、これ絶対ぶつけよ。いい性格してんだこの制作者は。じゃあ次こそ行きたいと思います。僕の速さを見ててください。ここでシュッ入る。いや、今の絶対行っててもよかった。めっちゃシビアに作られてんだろうね。次こそ行きます。ここで落とす。そしてすぐに右に出す。ちょっと集中していいですか。僕はたまには黙ってクリアしていきたいと思います。さあ来ました、ここで。え、今さ、てっきりさ、ブラパのとこに行くと思ってたんだけど、これゴールなんじゃない？ほら、ファンって書いてるでしょ。熱すぎ熱すぎ。さあ、ゴールしてふざけんな。いや、でも僕にとってこんなのはご褒美ですよ。こんなことで苦しんでると制作者さんは思ってるだろうけど、僕はこんなことじゃ苦しむことはしません。むしろ快楽を感じています。そしたらここは左おしっぱですね。そしてすぐもう嫌だ、もうやめていいかな。このコース、ここまでせっかく来たけどやめていいですかね。そんくらいぐらい本当にきついですよここ。次でいけるよ。次であの扉に入ることさえできれば、あのブラックパックに当たってやられることができると、そういうことだと思うんですよ。ただもう一回この場所に来たくない。この場所に来ないためにはさっきのリンクの場所をどうにかしなきゃいけないね。ここがマジでわかんないんだよね。ジャンプしてリンク取った瞬間左、そして上に逃げろという感じか。ここはどうしよう、もう罠に引っかかった気しかしないな大丈夫って、さっきの場所もしかして。いやだもう大丈夫って。いや、めっちゃ上手くはなってないね。僕思うんだよね、こっからすぐに隠しブロックを出してすぐ上に行けば一発で行けると。見たかこの実力さあこの場所なんですけど、さっきの部屋にもう行きたくないのでしっかりと考えていきたいと思います。こっから上に行く。いや、これで合ってる合ってる。そしてこっからどこに行くの。なるほど、右下にいるね。そして P スイッチを踏んだらどうなるかなんだけど、一旦もう踏んでみようか。踏んでジャンプする以外ない。来た。いや、絶対合ってない左のドアが正解かな。ここも難しそうだし、未体験っぽいぞ。いや、津田系はマジでダメなんだって。いや、もうそういうのやめてって。今日はどんな感じだ。今日はなんでちこんな新体験がいつもあるんだ。あ、これ分かった。これバネに押し出してもらえばいいんだ。そして津田に捕まる。あ、そういう感じなんだね。で、こっからが難しいね。あのバネの上に乗れっていう感じでしょ。ちょっと待ってね、集中するわ。ここめっちゃ難しいんだよね。頼む。よっしゃ来た。そしてこっからどうしよう。あのガモンに当たれっていう感じ、タイミングよく。鬼じゃないですかね。頼む。ちょっとマジでタイミング見極めるね。出す。はい、出す。投げる。出す。投げる。そしていく。絶対もうゴール近いよ。見てて、このドアの先ゴールなんじゃないんですかね。何もしないでよくない。石親父、もうすぐゴール、もうすぐゴール。そうやって自分に言い聞かせるんだ。そうしないと僕の精神はとてもやっていけそうにありません。ここら辺からだけさ、再生した方いたらさ、めっちゃヤバい人って思われそうじゃない。それじゃあここは鉄球か。一旦鉄球についていっていいのか。いいね、これだけか。もうすぐゴールなんだ、辛抱しろピオキング。それじゃあここはメット絶対戻ってくるだろう。絶対何もしてこないでよ。何か怪しいと思いませんか。この罠の数々めちゃくちゃ多い。ちょっと待ってね。いや、こっちで合ってる。いや、合ってる合ってる。ピンクイン全部手に入れて、これは
右がすげえ怪しい。いや、あのドアの左だよ。ドアの左がゴール。やっぱそうだと思ったんだけど。頼む、中間戻しだけはやめて。ここまで来て中間戻しだけは。いやいや、でもずっとピースイッチが鳴ってるね。え、こっからどうすればいいの。あ、なんかドアがあったよ。もしかしてゴールまで連れてってくれるボタン。最後の最後に優しい姿を見せやがって、制作者さんよ。僕は許さないからな。え、こっから、もしかして、もしかして。最後の最後まで優しくはしてくれないと。そういうことですね。でも僕カットしてるだけでここめちゃくちゃ上手くなったからね。見ててノーカットでお届けします。ここでジャンプ、はい、もうタイミングを掴んでるんですよ僕は。そしてもう一回ガリガリに当たれと、そしてもう一回ここでジャンプ、はい、完璧ですね。さっきのところまで戻りたいと思います。じゃあ来ました、こっからゴールしたいと思うんですけど、どうすればよかったんですかね。一旦 B スイッチを踏んで左に行く。忘れてた、そこに繋がるの。ねえ、忘れてたよ僕、最悪の忘れ方してしまったよ。絶対に次こそゴールしてみせたいと思います。ここで P スイッチを踏んだ瞬間上を失敗。そして何もしなかったらいいっていうことでしょ。頼む、もうゴールさせて。もう2回もやり直ししてるから。さあどうなんだ。右を失敗でいくよ、右を失敗して。もう絶対ゴールできるよ。皆さん高評価お願いします。さあゴールしたいと思います。やった。いや本当に鬼畜だったね。マジで進めませんこのコース。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。簡単そうで難しいというこのコース、サムネを見る限りですね、ゴールポールの隣にコインが1枚あるだけなんですけど、クリア率がなんと 1.44%。 結構難しい難易度だね。それじゃあ早速やっていきますか。まあ、ゴール条件がなんかだよね。コインを1枚取ってからゴール。え、あのコイン取るだけでしょ。なんかすごい簡単そうなんだけどね。そういう感じね。それじゃあこれを右にダッシュしてあのコインを取るしかないわけなんだけど、見えないから全然わかんないよね。皆さんすいません、見にくいコースを選んでしまって、そして運ゲーっぽいコースを選んでしまって申し訳ありません。なんで謝罪も兼ねてクリアテイクだけお届けしたいと思います。これ見た目以上に相当難しいね。多分オートスクロールでやられる、ギリギリで取らなきゃいけないんだろうね。惜しい。パパ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 パ。これほんとむずい。もうここ止まりなんだよね。コインを取れるのはいいんだけど、ゴールポールに全然捕まれなくってさ、コイン取るのが遅いんかな。ギリギリまで加速してコインを取るみたいな。やっぱそうだったね。いや急にゴールできてびっくりしましたけど、どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。